千代大龍秀正は、東京都荒川区出身で九十部屋所属の現役、大相撲力士。身長181センチメートル、体重198キログラム。本名は、赤月秀正。最高位は、西小結。血液型は、A 型。好物は寿司、焼肉、カルピス。嫌いなものは、納豆と、あんこ。趣味はトレーニング。 好きな言葉は、温知心。都立高校出身者として、初めての関取でもある。小学6年生の時にワンパク相撲の大会で一回戦負け、して帰ろうとしていたところ相撲を習うよう勧誘されて、白鳥相撲教室で相撲を習い始める。当時の稽古の様子を、本人は、白鳥公園に土俵がある白鳥相撲教室では、屋根が土俵の上にしかないので、 雪が降ったら土俵はぐちゃぐちゃ、雨が降ったら滑って、泥まみれ。だから、みんなが必死に、土俵際で粘って、強くなったと後に振り返っている。葛飾区立大道中学校でも相撲を続けたが、本人曰く当時は、体が小さかったので一番弱く、中学時代はずっと補欠だった。その後東京都立足立に行った高等学校時代から、身長が伸びて試合でも勝てるようになり、 卒業後は、日本体育大学体育学部武道学科に進学。大野松部屋の大道は中学校の先輩にあたる。高校時代までは目立った実績を残していないが、日体大相撲部監督、斉藤和夫の指導で頭角を表し、2010年、国体青年個人優勝、第88代学生横綱という実績を手にし、個人戦、アマチュア五冠の経歴を刻んだ。 特に学生横綱を獲得した大学4年時の全国学生相撲選手権大会では決勝戦で佐久間高行と対戦している。他にも2010年の全日本相撲選手権大会では3位入賞を果たし幕下10枚目格付けでまであと一歩というところまで奮戦した。主に日体大では出し投げや回しを切る技術を磨いて器用さを身につけたという。 2011年1月24日に九十部屋に入門した。幕下15枚目格付けでの資格を持ち、2011年春場所初土俵予定だったが、大相撲やお帳問題のため、3月5日に新弟子検査を受けたが、初土俵が延期になった。赤月院は5月場所も開催されなければ、親と相談するとし、力士を断念した場合は教師になる可能性も示唆したが、 やめることはしませんと4月5日に発言している。初土俵となる2011年5月、企量審査場所前に、所要一場所での重量昇進を宣言した際は、八王町問題で17人の現役関取が引退に追い込まれた直後で、全勝優勝すれば重量昇進の可能性が高かった。結局一番相撲から2連敗し、5日目から、 右肩大放火式園のため途中休場した。幕下付出力士の初土俵場所途中休場は戦後、初。7月場所は東幕下46枚目、9月場所は西幕下16枚目で、それぞれ6勝1敗と大きく勝ち越した。入門後の力士養成員に履修が義務付けられている相撲教習所において出席日数が不足して落第し、 再教習を受けることになった。休みすぎて卒業できなかった。10月も来なさいと言われました。1日も休まず行きますとコメントした。同年の11月場所は、東幕下3枚目で4勝3敗と勝ち越し、2012年1月場所での新重量昇進を果たし、四個名を、千代海隆二にちなんで日体大相撲部監督の 斉藤和夫が命名した、千代大流に改名した。新十両の際の苦渋による評価は昇進会見での、褒めるところは一つもないという極めて辛口な、ものであった。同場所では西十両13枚目で13勝2敗の、成績を上げて十両優勝。全場所の勢いに続き2場所連続での、新十両優勝となった。2場所連続での、 新十両力士の優勝は1997年11月場所の若の里、1998年1月場所の近海山以来史上2度目。翌3月場所は東十両筆頭となり、勝ち越せば新入幕が見える地位で11勝4敗。12勝3敗で十両優勝の興風に敗れるなどして連続十両優勝はならなかったが、翌5月場所で新入幕。 二千十二年二千十二年五月場所は、新入幕の場所であったが、場所前の春巡業での傷を悪化させたため9日目より、途中休場。ようやく小さい曲げを言って迎えた七月場所では、師匠からの旅重なる失跡が答えたためか、西前頭十五枚目の地位で引き叩きを一切、決まり手に絡めず8勝七敗と千秋楽に勝ち越しを、決めたが、この場所十一日目のアラン戦で、 右大腿に頭筋を断裂する大怪我をしており、7月場所後に行われた夏巡業は休場した。2012年8月26日に都内のホテルで行われた幕内昇進祝賀会では同月上旬に糖尿病にかかっていたことを明かした。9月場所発表では前場所からマイナス2 0ラムの1 5 8ラムまで体重が減り、 とりわけ強みである状態の筋肉が落ちてしまった。この場所は東前頭12枚目だったが病気の影響もあって6勝9敗で終えた。11月場所は西前頭15枚目の地位で臨み、体調への懸念もあったが10勝5敗の好成績を上げた。2013年2013年1月場所は運良く最高位を西前頭8枚目まで更新。この場所は 日体大の先輩でもあり、先週楽に、主君賞と勝ち越しがかかる妙義龍を引き落としで下して、2場所を連続10勝5敗で取り終えた。2013年2月10日の大相撲トーナメントの3回戦で、まだ本場所での対戦のない白鵬に、外掛けで破り、主君の星を挙げたが、準々決勝で、こと欧州に敗れた。2013年3月場所は、自己最高位を更新する。 東前頭二枚目に躍進。四日目の春馬富士を前に、みんなビビってるだけじゃないっすか自分は、勝ち上げとかやりますよと豪語し相撲の組み立てまで予告。実際に、左で勝ち上げて、即引く相撲で圧勝。横綱初挑戦で、初、金星の快挙を成し遂げたが、六日目の白鵬との取り組みで足の骨を折り、七日目から途中休場。翌 5月場所は、休場明けの影響で、相撲感が鈍り、前半はなかなか引き技が決まらず、流れで勝つ相撲に終始したが、徐々に引き技が決まるようになり、最終的に10勝5敗。先週楽に勝てば、関東賞を受賞できたが、これは叶わなかった。2013年6月1日、師匠60に結婚を報告する。この時点で婚約者は、妊娠1ヶ月であった。 入籍は7月場所前後に行う予定と報道され、同年9月10日に婚姻届を提出。2014年1月に第一子となる長女が誕生する予定となった。2013年7月場所は5日目に綱取りのセノの里を破り、8日目に春馬富士から再び金星を奪う活躍を見せたが、最終的には終盤に4連敗して、 先週楽で7勝8敗と負け越した。続く9月場所は6勝9敗と負け越したが、九日目に、稀勢の里を突き出して2場所を連続で破った。この頃から、師匠の助言を守って、何があっても頭から当たると心に決めたために、内釜市の深度が増していった。2013年10月、左目の網膜剥離と両目の緑内障発症が、発覚して、手術を受けた。 さらに、11月場所のため服を帰りした後には、右目の網膜剥離も発覚して、再び手術を受けた。本人曰く、まだ視界が狭い状態であり、11月場所を休場する、可能性もあったが11月6日から稽古を再開し、医者から判断を委ねられた上で、強行出場する意向を示した。しかし、開き直ったためか、 押し相撲が咲いて11勝4敗と高成績を上げ、自身初の3勝となる、技能賞を受賞。翌2014年1月場所は幕内上位から3、役にかけて、高成績者や、負け越し点の少ない力士が多かったことやことを欧州が、関分けに陥落したことが影響して、番付運に恵まれずわずか4枚上昇の、東前頭2枚目に甘んじ。 結局自己最高位更新も果たせなかった。2014年、翌2014年1月場所は、背中の痛みに襲われ、立ち合いがうまく決まらなかったことで初日から6連敗と、絶不調。7日目の極天方戦でようやく初白星を挙げたが、その後も調子が上がらず、結局4勝11敗と大きく負け越した。同年、3月場所は7日目まで2勝5敗と大きく出遅れるも、 11日目の展開方戦で得た不戦勝を含めて12日から14日目まで7連勝したことで最終的に9勝6敗の勝ち越しを収めた。この場所の14日目には勝ち越せば年の区場所制定着以降史上最速記録となる初土俵から所要7場所での新三役を果たす可能性のあった遠藤に負け越しを確定させる黒星を与える活躍を見せた。 5月場所は、自己最高位体の東前頭2枚目だったが、11日目に負け越しが決定し、最終的に4勝11敗。翌、7月場所は9日目に照ノ富士と2分59秒の熱戦を演じるなど良いところを見せた上で10勝5敗の好成績。翌、9月場所は、西小結びの地位で迎え、本人は、新三役昇進会見で、 全く上がると思ってなかった。奇跡と番付運の良さに喜びの意を示していた。東京都からの新三役は1997年7月場所の土地あずま以来。しかし、この場所は4日目の取り組み以外白星に見放されて9日目に負け越しを確定させただけでなく、11日目から右膝の人体帯の怪我でおよそ3週間の治療と、 安静が必要と診断されて途中休場の浮き目にあった。2015年2015年1月場所は初日から5連敗のスタート。6日目で初白星を挙げたが7日目より両足血行障害のため休場した。このためよく3月場所では新入幕以来初めて重量に陥落し、しかも負け越した。5月場所は西重両2枚目まで番付を下げたが、 9勝6敗と、勝ち越した。再入幕を果たした7月場所では11日目に、早々と勝ち越しを決める好調ぶりであったが、8勝目を上げ倒すの嵐戦で負傷し、左足足底筋膜損傷の診断書を提出して12日目から、途中休場した。休場明けの9月場所は負け越し、11月場所も初日から4連敗と極めて、不審であったが、 5日目より打って変わって6連勝。終盤に再び負けが込んだものの1年を8勝7敗の勝ち越しで締めくくった。2016年2016年7月31日に九十親方が死去した際にはずっと叱ってくれた。九十部屋に入ってよかったとコメント。2016年9月場所は5日目の大帰戦で左膝を負傷。前治に3週間の怪我であったが、 強行出場。本人曰く、仙台師匠が生きていたら、ダメでしたね。稽古場に降りれない段階で休めと言われましたよ。初日から6連勝したが、7日目以降は10日目と12日目、以外白帽子を上げることができず、場所を8勝7敗の成績で終えた。なお、6日目の取り組み前に自身を負傷させてしまった、大輝から謝罪を受けたが、本人は、ふざけんなってね。 勝負時で謝りに来るんじゃないって言いましたよと跳ねつけた。9月場所は幕内に成績不審者が多かったこともあって、11月場所は運よく6枚上昇の西前頭14枚目となり再入幕を果たした。2017年1月場所は幕内で負け越して3月場所は10両で勝ち越し、5月場所には再入幕を果たした。5月6日には 九十部屋に出稽古に来た木瀬の里と稽古を行った。千代大龍の方にこれといった見せ場はなかったが、千代大龍や千代大鳥と合わせて16番の稽古を、下木瀬の里は、副調をアピール。五月場所は9日目に十両の局周法に破れるなど、幕内残留に不安を抱かせる場面もあったが、13日目から、残りを3連勝して9勝6敗となり、これにより、 自身8場所ぶりとなる幕内での勝ち越し。場所7日目の取り組みを終えた際には、5勝で3、役復帰が見えてきたいきなり高い山は登れないでしょう。まずは、高尾さんから。いつかはマッキンリーですと3役復帰を果たす意欲があるかのようなコメントをしていた。7月場所は校長であり、10章5敗と2014年、7月場所以来丸3年ぶりの幕内に桁白星。 前5月場所中の三役復帰に意欲を示すコメントが現実へと近づいた。千秋楽の支度部屋では実感はない。3年間何をしていたのかな。落ちていたから仕方がないけどと淡々と話していた。なお、この場所の9日目に白鵬が13代90が残した通算白星1045の記録に並んだ際には悔しいとは思わない。 すごい記録だと思うし、時間の問題だと思っていたと、控えめのコメントを残している。9月場所は丸3年ぶりの幕内上位となる、西全島3枚目の地位を与えられた。この場所は、糖尿病が解放に向かっており、午前4時からジムへ行き、肉を毎日 1kg 食べて、体を作り、190kg まで増量して場所を迎えた。場所中の記事では、 14代90から上位で取る、千代の国と千代正馬を指して、羨ましくないと思うなら、やめた方がいいと、叱咤されて、遊んでいたから。幕内筆頭も16枚目も、給料は一緒。このままでもいいかと、と考えていた千代大流が、新規一転した様子が伝えられている。場所では、立ち合いの威力に、磨きがかかり、一気に相手を起こして勝つ相撲で序盤から星を伸ばした。 5日目に豪栄道、6日目に春馬富士と、大関以上には、敗れたものの、それ以降も白星を重ねて10日目に勝ち越しを果たし、この時点で1敗の豪栄道を唯一一差で、追う位置につけるなど、優勝争いにも絡んだが、11日目から残りを、すべて負けて終わってみれば8勝7敗。この場所は混戦であったため14日目に6敗目を、喫するまで、優勝争いに加わっていた。 10日目の土地の新戦では相手10分の右4つを許しながら勝っている。2018年2018年1月場所は初日から5連敗と序盤戦の調子は最悪で、特に4日目には史上初となる同一力士による3度目の突き膝を経験。2日目の取り組みを終えた際に支度部屋で、相撲は難しいです。次からは回しを取りません。 思い切り勝ち上げていきますとユーモアを交えたコメントを残している。それでも6日目の稀勢の里戦で不戦勝に預かるなど幸運に恵まれ、中日からは11日目の取り組みを落とした以外は、すべて白星と後半の勢いの良い追い上げがあって8勝7敗の勝ち越し。2018年3月場所は8勝7敗での2枚、半上昇とやや幸運な形で小結びに復帰。 2017年5月場所中に目指していることを示した三役復帰が現実と化した格好となった。西十両4枚目からの三役復帰はこの時点で、下からの三役復帰記録としては10位の記録。三役に復帰した3月場所は4勝11敗と壁に跳ね返された。9月場所は西前頭2枚目の地位で上位層当たりとなったが、 この場所も五勝十八位と力及ばずであった。ただ、この場所は、稀勢の里線で金星と検証41本を獲得しており、千代大龍は僕がいなしたタイミングが良かっただけ。たまたま勝っただけですと謙虚に語り、検証の使い道について、子供のために直近しますと語りながら、満面の笑みを浮かべた。年月場所は、東前頭枚目で迎え、 序盤はつまずいたが中盤に4連勝するなど星を稼ぎ、14日目に、妙義流を押し出して、勝ち越しを決め、8勝7敗で終えた。2019年3月場所前の3月7日は、時津風部屋に出稽古に行って、同じく出稽古に来ていた高安と31番相撲を取り、12勝19敗。途中疲れが見えた千代大龍は、遠慮しなくていいよ、と高安に求められた。 この場所は7勝7敗で迎えた千秋楽、秒二流を押し出して、勝ち越しを決めた。5月場所前の5月4日に時津風部屋に出稽古に、行った際には同じくで稽古に時津風部屋へ、訪れていた角流と17番3番相撲を取り2勝15敗。角流はジオ大竜を指名した理由を、あの体系にしては、いろいろやってくる。相撲がうまいからねと説明した。 5月場所5日の高安戦は、あの立ち合いが次、いつできるか。今日は、千代大流という相撲が取れましたと、本人としては納得の内容であったが、11日目に、玉足に押し倒されて、負け越しを確定させるなど成績自体は良くなかった。この場所は6勝9敗で終えている。東前頭6枚目で迎えた7月場所は6勝3敗から、3連敗するなど一時は、 勝ち越しが危惧されたが、7勝7敗で迎えた千秋楽、同じく7勝7敗の豊ノ島を豪快に突き倒して、3場所ぶりの勝ち越しを決めた。9月場所は、平幕の正代と、大関特例復帰をかけていた高啓勝からの白星を除いてすべて黒星となり、2勝13敗で場所を終えて、番付運次第では十両に陥落しかねない状況となったが、11月場所は、 運よく6枚半加工の西前頭11枚目に、踏みにどまった。この場所は、初日から2連敗とつまずいたが、その後は徐々に巻き返して14日目に、琴江港を一気に押し出して、9金を直し、9勝6敗で取り終えた。2020年東前頭11枚目の1月場所は、3勝5敗で、迎えた9日目の流電線で右小手投げを浴びて、左ヒーチ付近を負傷。 取り組み後の支度部屋でも肘を曲げたり伸ばしたりができず、ゴリゴリと、こんなに痛いのは初めてと顔を歪めた。この場所は7勝7敗で迎えた千秋楽、同じく7勝7敗の海星に、寄り切りで敗れて、負け越しが決まった。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、無観客場所として開催された3月場所は、7日目に1敗を守って、 久々の二桁を狙えるぐらい調子いい。僕も昔は上位で取っていた。5時50分頃に取りたいと色気を見せた。この場所は後半に負けが込んで14日目に決めるまで勝ち越しがお預けとなり、最終的に8勝7敗に終わった。7月場所はそれまでの 198kg から約 20kg、減量した 175kg の手で挑んだ。同年5月に、 同じ糖尿病患者であった勝負師監視が指揮をしたため、体調管理に人一倍敏感になったという。体重を減らしたことへの不安はない。僕なりに考えた結果です。190キロ台の時のような激しい当たりはできないけど、体はよく動いている。今場所は動いて動いて、いい相撲を見せますよと7月場所への意気込みを語った。 しかし中日のこと将棋苦戦で微妙な立ち合い判定に苦しんで5敗目を喫する不運にも見舞われ、この場所を6勝9敗で終えた。9月場所は5日目時点で全勝で単独トップであった大野将と6日目に対戦し、押し出しでこの場所の初黒星をつける活躍を果たした。しかし、左皮膚筋筋膜炎、右足関節症のため13日目から途中休場となった。 2021年1月場所は2019、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触の可能性があるため初日から休場。3月場所は救済措置として番付据え置き。3月場所4日目のテルツイヨシ戦で負けて2勝2敗となったところ、NHK 大相撲中継の解説を務めていた北の富士から、千代大流、元気がありませんな。よく見たら、 もみあげが寂しくなっていると指摘され、相撲の凄みがなくなった。可愛くなっちゃってる特賞された。5月場所は10勝5敗と、2017年7月場所、以来となる2桁白星。7月場所は10日目の照ノ富士戦で立ち合い不成立と、感じたのか力なく、ふわっと立ち、あっけなく、寄り切りで敗れた。伊勢ヶ浜審判部長は、この一番に、 立ち合いはあっていたけど、千代大流が途中でやめてしまった。待ったも何も言っていない。力を抜いてしまった。何を勘違いしたのかと苦言を呈した。また、北の富士は全勝で優勝がかかっていた照ノ富士と、白鵬を千代大流と対戦させた、審判部の判断を問題視している。千代大流は9日目の白鵬戦を控えた8日目、終了時点で2勝6敗、10日目の テルノ富士戦直前の9日目終了時点で2勝7敗となっている。いずれも2021年7月場所終了現在、入門当時の取り口は、高校時代からの引き叩きに偏っており、重両優勝した2012年1月場所の決まり手の、打ち叩き込みが6回、引き落としが1回、特に合計7回中6回が、中日までの連勝に絡んでおり、あまりの露骨さに、 師匠の九十親方からも、相撲を舐めていると酷評されてしまった。当初は九十から引き癖を厳しく叱責されることがままあった。ものの、本人は特待生でもないのに、学生横綱になった自分は、こういう相撲で、ここまで来た。誰かに言われて相撲を変えたら、自分を否定することになると譲らなかった。引き主体の相撲ゆえその相撲ぶりが皮肉られることが多く、 主に、ニチャンネルなどのインターネット掲示板で引き技が、本名の赤月院から、MSP という異名をつけられたり成功法の相撲が、奇襲戦法と皮肉られたりしがちである。上述の初、金星の際も、ニチャンネルでの皮肉たっぷりの記述をもとにした、スポーツ記事が数件出て話題になり、本人も、あれが、MSP ですと答えていた。 それでも勝ち上げやぶちかましの威力が注目を浴びるようになってからは次第に九十や北の富士から引き技も合わせて評価されるようになった。後年経済系メディアが照ノ富士の大関昇進前に次の大関は誰かという議論になると彼の名前が出るほど将来性を買われていたと千代大流が期待されていた時期を振り返る記事を出している。 網膜剥離を発症してからはあまり頭で当たれなくなっている。一発の当たりは C が低くせがあるため、2016年の文献で北の富士は一度や二度三役に顔を出せばいいところかな、と絡めの評価を下している。典型的に相撲が早い力士であり、2017年5月場所などは5秒以内で終わった相撲が15番中11番、2秒以内が6番であった。 1 9 0ラム台まで増量した2017年以降は自分を上回る巨体にも真正面からぶつかり合う場面がザラになり2019年5月場所2日目の1の乗船などは2 2 7キログラムの相手と1 9 8キログラムの自身の合計4 2 5ラムの正面衝突と報道で話題になった立ち合いは合わせづらい傾向にあり 実際2019年9月場所11日目の合栄同戦で3回の立ち合い不成立があって、後日審判部の高島部長代理から注意を受けている。相撲の速さは2020年になっても変わらず、日韓スポーツの調べによると不戦勝と不戦敗を除いた2020年の5場所全71番の平均は4秒9。同年になると、 引き技を控えて左からのかち上げから前に出る相撲が目立つようになった。2021年3月場所中、明日の相手は何年も見ていない。だから研究もない。ファーストインパクトから自分の相撲を取るだけと翌日の割を確認しない主義であることを示した。糖尿病にかかる前は一食に白米をどんぶり7杯、平らげ、デイリースポーツによると現役7割、 水3割のカルピスを愛飲するという食生活を送っていた。加えて、日韓スポーツでは、2013年3月場所前に、自己最高位の番付けに対し、99%の才能と1%の努力でやってきたと豪語するなど、稽古嫌いを自認しており、カルピスについても、現役で飲んでいたという説が伝えられた上、糖尿病にかかった後の血療対流の様子を見て、 子供のような甘いミルクコーヒーが好きだったのに、ブラックを飲むようになって驚いたと話した母の証言まで掲載された。カルピスは枕元に置くほど愛飲しており、そのイメージからいつか自分がカルピスの CM に抜擢されるのではないかと思っていたという。だがこうした食べ過ぎと稽古不足がたたって2012年8月には空腹時血糖が480を測定する。 糖尿病にかかってしまった。それから1年余り経過した2013年11月には、糖尿病を起因とした両目の網膜剥離と、緑内障という力士として、致命的である傷病に襲われてしまった。この時千代大流は25歳を目前としており、三役目前の力士が、これほどまでに若くして、緑内障を発症するケースは珍しい。 他にも焼肉が大好物で2013年11月場所中の夕食は半分以上焼肉であったといい、これは糖尿の悪化により緑内障を発症した直後の場所の発言であったため注目を浴びた。2015年1月場所には両足血行障害を発症するうめにあい、ここまで糖尿病が悪化した原因として一説に数値が改善されるとすぐに、 インスリン注射を怠っていたという本人の落ち度が伝えられている。2021年7月場所終了現在中。ありがとうございます。